ナイン。はい、どうもトスクチュードレンのつくもです。ということでナイン、ソラルートパート3、続きからだよ、続きからやっていきたいと思います。昼前になってようやく2人とも起床。だらだらと顔を洗い、歯を磨き、みやこ先輩のおかげで豪華な朝ごはんだね。スープうめー。食パンとか普段買わないからな、助かるよ。ほんと朝ちゃんと食うの久しぶりだ。普段なんだっけ、ゼリーのやつだっけ。そう、10秒チャージ飲んで終わり。よく持つね、お昼まで。持たなかったら休憩時間にパン食ってる。うーわ、早弁かよ。あ、ドレッシング取って。おい、あんがとう。パジャマ姿のまま朝食をとる。空の言う通り、九条が夕食を多めに作ってくれたおかげで、いつもと違って腹いっぱい食べることができた。その後は着替えもせず、昨日話していたメビウスの上映会。つまんないとは言わないけど、用語が覚えきれねえな。初めて出る言葉をお前らも当然知ってるだろって感じで使うよね。説明してほしいよね。わかんねえよ。敵の組織の目的もわかんねえ。あ、これあれか、実は人だったってパターンか。敵の化け物の何、クリーチャー、ユーザーの慣れの果てか。あの火事を起こしたやつも力に振り回されてる感じではあったが、使いすぎると私もああなるってこと。意味不明なこと叫んでて超怖かったんだけど。あの人アニメと同じならな、化け物になったりはしねえだろうけど。そういえばどうなったんだあいつ、入院したんだよなみたい。あの様子じゃ心の病院の方かもね。心のねえ、マガンのユーザーももう狂ってるのかもな。マガン？まだ話してなかったっけ。石化の能力者だよ。アーティファクトの名前がマガンらしい。登場人物にマガンのイーリスっているね。これミヤコ先輩がコスプレしてたキャラだよね。ああそうだな、マガンのイーリス。能力石化じゃないよな。相手の急所が分かって弓矢が百発百中になるみたいだね。全然違うが。ミヤコ先輩も言ってたけど共通点多いね。確かに、もともと白蜜川の伝承をベースにしてるみたいだからな。その伝承がアーティファクト関連なら共通点があって当たり前ってわけね。そうなるな。うん、つくも神社になんか記録残ってねえかな。昔の？そう、マガンの名称の一致は偶然じゃない気がするんだよな。過去に記録が残っていたのかもしれない。ああ、でも能力自体は記録されてないんじゃない？アニメと現実じゃ違うし。そこはアニメ的な演出かもよ。石化なんて地味だし敵みたいな能力だ。あ、そうだね、そうかも。調べてみる価値あるかもな。弱点とか分かったりして、昼飯がてらつくも神社行ってみるか。オッケー、さつきちゃんにメールしとく、資料見せてって。頼む。これさ、敵の組織の目的はさ、クリーチャーの救済なの？元は人間だから救いたいみたいな、実は敵が善だったみたいな。いや、確か2話か3話でぶっ殺してたぞ、敵もクリーチャーを。うん？わかんねえな、このアニメ。流行んねえわけだな。正午を少し過ぎたくらいに家を出て神社へと向かう。原本はさすがに外に出せないから現代語訳したものを貸してくれるらしい。これで何か分かればいいんだが。あ、何か買ってった方が良かったかな、お礼に。ああ、もっと早く気づけばよかったな。引き返す？この前のフェスの手伝い、バイト代もらえるはずだったんだけど出なかったんだよ。その代わりってことにしておこう。お、じゃあその手で行こう。
相談を終えて鳥居をくぐり境内に入ってすぐのところで成瀬先生が待っていてくれていた。おお、来たね、新見兄弟。さつきちゃん、やっほー。巫女さんの服着てると思ったのに。着ないよ、あんなの。行事の時くらいしか。はい、これ、頼まれてたやつ。お、ありがとうございます。紙袋を受け取り、中を覗く。分厚いファイルが2冊ほど入っていた。結構重い。学生時代に私が現代語訳したやつ、出力してあげたよ。すごい、さつきちゃんが訳したんだ。一応郷土史専門ですからね。私なりの解釈が入ってたりするから、正確じゃなくても許してね。ありがとうございます、助かります。どうしたの？こんなのに興味持つなんて。教師としては嬉しいけど。ああ、まあそりゃ当然聞かれるよな。どう話そうか迷っていると、代わりに空が答えてくれた。あのね、最近変な事件多いじゃん。人が石になったり、変な火事が起こったり。ああ、はいはい、ネットでも話題になってるみたいだね。そうそう、アニメが現実になったみたいなこと言われてんじゃん。検証してやろうと思って、ちゃんとした資料で。ふん、どんなきっかけでも興味を持つのはいいことかな。ま、頑張って。ウィース、資料はざーす。本当はね、うちでお茶でも飲んでいきなよって言いたいんだけど。神器の修復作業中ですよね。あー、そっか、壊れたんだよね。忙しい時にごめんなさい。違う違う、専門家に任せるから別に忙しくはないんだけど、おじいちゃんがね。あ、神器壊れたショックで体調を崩したり。ついさっきまでね。でも新見兄弟が伝承に興味持ってるって話したら生き生きとしてきちゃって。おじいちゃんに捕まったら半日は帰れないよ。どれ、とっておきの話をしてやるかとか言ってたから。ああ、だからここで待っててくれたんすね。そういうこと。おじいちゃんに気づかれないうちに帰った方がいいよ。じゃあ、資料ありがとうございました。さつきちゃん、またね。はいはい、またね。あー、それ返さなくていいよ。はい、ありがとうございます。ひらひらと手を振ってきびすを返した先生に頭を下げ見送って、俺たちもこの場を後にする。よし、ご飯食べよう。ご飯、どこ行く？どこで食べる？あー、そうだな。あ、答えなくていい。どうせナインボールでしょ、私知ってる。なんでだよ、別にファミレスとかでもいいよ、ゆっくりできれば。はいはい、ほら行くぞ、みやこ先輩に会いに。へいへい。なんだ、いないね。ニーニーがっかりだね。いや、会いに行くって言ったのお前だからな。俺何も言ってないからな。はいはい、何食べよっかな。空がメニューを広げペラペラとめくる。比較的空いている店内に九条の姿はなし。今日は夜からなのか、それともシュートを入れていないのか。探してもいないもんはいないから。探してねえよ。ため息をつき、俺もメニューを覗き込む。今日は何にするかな。私ね、スパゲッティにしよっかな。ナポリタン。いいに決まった？俺は。すいません。おい。え、何、決まったんでしょ？決まってねえよ。ごめん、早く決めて、呼んじゃった。自分勝手な妹のせいでじっくりとメニューを眺める余裕もなく、あたふたと注文を済ませ。まさかのナポリタンかぶり。お前がせかすから。初めて食うよ麺類。パスタを麺類とか、オシャンティーサのかけらもない呼び方するのニーヤンくらいだと思う。うるさいな。あれ、紙袋からファイルを取り出し、片方を空に渡す。うわー、分厚い。読むだけでも大変だね、これ。翻訳した先生には悪いけど、関係なさそうなところは飛ばしちまおう。調べたいのはアーティファクト関連だよね。マガンだっけ。そう、特徴とか分かればおんの字だな。
ファイルを開き、適当にペラペラとめくる。ん？これ、現代語訳じゃないな。先生の、なんだ？考察？書簡？をまとめたやつだ。そっちが現代語訳みたいだな。え？ああ、そっか。内容同じなわけないよね。そっちは何なの？白蜜川の成り立ち。白蜜川を襲った災いとは、白蛇様とは。項目ごとに先生の考えみたいなのが書いてある。ふーん、どうする？ニーニーどっち読む？とりあえずこのままで。ほいほい。改めて最初のページから目を通す。すごいな、論文ってやつなのかなこれ。成瀬先生、普段は適当だけど専門分野だと意外としっかりしてるんだ。人気とは、鬼とは、パッと見て気になるのは、このあたりか。だいたい10分くらいで料理が届いて、大して進まなかったが、それでも興味深い内容ではあった。ひとまず資料はしまって、食事を取ることにする。すごい！鉄板だよ鉄板！下が卵焼きになってる！うまそう！いただきます！いただきます！フォークを取り、真っ赤なスパゲティをくるくる巻いて口に運ぶ。めっちゃうまい。ここ外れないね。おまけに安いしな。ここら辺では最強の店だ。という口実で宮古先輩目当てに通っていたと。資料なんか面白いのあったか？うわ、無視だ。あのね、あのアニメ意外と忠実だなって。設定とか？そうそう。昔ね、だいたい1000年前、ここに鬼が出たんだって。こっちの資料にもあったな。鬼、それがアニメのクリーチャーだよな。多分。で、白蛇様が鬼を退治してこの土地に平和が戻りましたと。で、現代になって同じことが起こったと。アニメと違うのはこっちに鬼を退治する組織がないってことくらいか。だね。知らないだけであるのかもしれないけど、あとはお家帰ってからかな。まだ全然読めてないよ。俺も流し読みしただけだが、鬼はアーティファクトを悪用したやつって解釈で間違いなさそうだな。昔も今みたいにアーティファクトがばらまかれて事件が起こったわけですな。ああ、白蛇様自体が神器を複数所持していたことと、鬼退治をした時に神器らしきものを回収していたと思われる記述が原本に残っているらしい。つまりだ、白蛇様の正体は異世界人だな。ソフィーの仕事もアーティファクトの回収だ。一致してる。ふーん、まだ異世界ってのがピンとこないけど、迷惑な話だね。まあな、しっかりアーティファクトを管理してくれりゃこっちで事件なんて起こらないし。あっちの世界でもアーティファクトなの？あ？名前同じ呼び方なのかなって。ユーザーとか英語じゃん。ああ、そういえばそうだな。確かアーティファクトの力で翻訳してるって言っていたような気がするな。帰ったら本人呼んでみるか。呼んだら来るの？そう。でも俺を監視してるらしいからな。この話も聞いてるかもしれない。おお、やっと会えるんだ。ちょっと楽しみかも。伝承についても聞いてみよう。あっちの世界でも多分何かしら残ってるだろう。だね。とりあえず食べちゃお。冷めちゃ。だな。最初から本人に聞きゃよかったな。考えてみればあいつ手伝えって言うだけで詳しいこと何にも教えてくれなかった。まあまあいいじゃないの、これから聞くんだから。今度宮古先輩にナポリタン作ってもらおう。リクエストしてみるか。次いつ来てくれるの？さあ、でもこっちからは言いにくいな。こういう時私のズーズーしいキャラが役に立つ。キャラじゃなくて素だろ。キャラです。兄のためにそんな役回りを引き受けてやろうというのだ。感謝したまえよ。はいはい。やばい、超うまい、ハマる。パクパクとナポリタンを胃に収めていく。ソフィーから話を聞くとなると九条もいた方がいいんだろうが、そんなこと言ったら空がニヤニヤしやがるし、わざわざ呼び出すほどの情報は得られないかもしれない。そもそもソフィーが来ない可能性もあるしな。とにかくやるだけやってみようか。
帰宅。早速ソフィーを呼び出す前に一通り資料を確認しておくことにする。じっくり読むと数日かかりそうだから、ひとまず要点をかいつまんでパラパラと。日が傾いてきた頃、ざっくりと最後まで読み終える。空もだいたい目を通したみたいで、分厚い資料をベッドに置いて腕組み。どうだった？ぶっちゃけあまり理解できませんでした。まあ現代語訳されてるとはいえ昔の文献だしな。でも神様が使っていたアーティファクトが朝言ってたマガンっぽいことは分かったみたいだな。鬼を睨んで石化させて神器を回収していたような記述があるってこっちにも書いてあった。あのさ、アーティファクトがこっちに流出したって前提で話してるけどさ、その神様がこっちにやってきて悪さしてるって可能性もあるんでないの？異世界人の寿命が長ければありえるか。本人じゃないにしてもその子孫とか。そっちの方がありそうだ。神様が使ってたようなすんごいアーティファクトでしょ？そう簡単に流出しますかねってちょっと思いました。同じ効果の別のアーティファクトかもしれない。え、同じ能力とかあんの？わからんが、似たような力を持った鬼の描写もあるらしい。でもあれだね、アニメは意外と設定に忠実だなってことは分かったけど、弱点とかは分かんないね。じっくり読めばまだ何か見つかるだろうが、そうだな、雑に読んだだけじゃ得るものはあまりないな。ソフィーって人に聞いてみようよ、名前の一致の謎だな。あとは別の異世界人の存在も考えられるかどうか。資料をテーブルの上に置き、辺りを見渡してみる。正体を明かす前はぬいぐるみとしてここで俺の監視をしていたみたいだが、今は姿は見えない。どう呼ぶの？呪文とかあるの？知らん。あ？監視してるらしいし、呼べば来るだろう。本当かよ。試してみればわかる。ソフィー、来てくれないか？聞きたいことがあるんだ。うん。もしかしてソフィーとはあなたの想像上の？いや、いるから、ちゃんといるから。おいソフィー、頼む、早く来て。病院行く？だから。お、え、目の前の空間が割れ、その向こう側の不可思議空間からゴシックホラー的なぬいぐるみが半分だけ顔を出す。やっと来たか。うわ、マジか、すげえ。何？聞きたいことがあるんだ。ちっ、食事中だったのに。今舌打ちしました？気のせいよ。不機嫌を隠さない声色で吐き捨て、こちら側に全身を出して謎空間を閉じる。そしてそのまま宙にふよふよと漂う。ぬいぐるみが飛んどる。異世界人との会合にさすがの空も呆然とする。その反応が満足のいくものだったのか、読みにくいぬいぐるみの表情がわずかに和らいだ気がした。こいつがソフィーティア、異世界の住人でセフィロトとかという、アーティファクトを管理する団体の一員。ぬいぐるみは仮の姿で、本体は美少女らしい。一応協力関係にあるが、こいつ自身は何しているかわからない上に、イレギュラーなユーザーである俺を危険視している。まあ、なんというか、お互いにいまいち信用ならない間柄って感じだ。で、なに？聞きたいことって。手短にお願いね。まず一つ目。面倒ね。いくつあるのよ？三つか四つ。こっちの世界に、ソフィー以外の異世界人が来ている可能性はあるか？ないとも言えない。即答だが曖昧な答え。把握できてないのか？そうなるわね。え、自由に移動しまくってるってこと？あなた、カケルの妹ね。あ、はい。ニーミス。知ってるから名乗らなくていいわ。うわ、ソラ、ドン引きである。耐えろ、妹よ。こいつ性格悪いんだ。自由に移動はできないわよ。過干渉を避けるためにセフィロトで世界観移動ができるのは少なくとも私だけ。セフィロト以外の組織は好き放題ってことか？その可能性は捨てきれない。他の組織や個人のことなんて面倒見きれないし。ガバガバだな。仕方ないでしょ。
ゲートが開くなんて私たちにとっても想定外の大事件なのよ。こっちも混乱しているのよ。準備万端なら現地の人間に協力なんて頼まない。なるほど。じゃあ魔眼のユーザーが異世界人って可能性もあるわけだな。ないと断言はできないけれど。なぜ？こっちの世界の文献に残ってたんだ。神様が鬼を石にしたって。ああ、イーリスの記録がこちらの世界にも残っているのね。イーリス？あ、魔眼のイーリス、アニメのキャラだよね。魔眼のイーリス？こちらでそんな風に呼ばれているの？アニメではね。ああ、文献に残ってんのかな。よくわからないけれど、イーリスは前回ゲートが開いた際にその混乱を鎮めた人物よ。異世界人だよな。そうね、こっちの世界の人間。個人名となるとやっぱ偶然じゃなさそうだな。次の質問は？今のに絡めて、アーティファクトとかユーザーとかイーリスとかアニメと名称が一致する理由を聞きたい。一致しているかなんてわからないわよ。ん？私の話す言葉はあなたにそのまま届いていない。本当におバカさんね。言ったでしょ、アーティファクトの力で翻訳していると。ああ、そういえば翻訳できないからこの世界独自の言葉を使うなとか言ってた気がするな。つまり俺たちに分かるような言葉に変換されているだけってことか。そうね、私が口にしたアーティファクトという言葉とあなたが耳にしたアーティファクトという言葉は必ずしも一致しない。でもアニメもアーティファクトだよ。翻訳された言葉がアニメと一緒だったのは偶然ってこと？あなたも理解力に乏しいわね。うわぁ、いちいち辛辣。うわ、翻訳はあなたたちの頭の中の知識を使って行うの。近い意味を持つ言葉をあなたたちが知っていれば自動的にその言葉に変換される。知らなければ大体は聞き取れずに終わり。その何？アニメ？とかいうのと一致するのは当然でしょ。あなたたち自身でその言葉を当てはめたんだから。けど俺はアーティファクトはユーザー、魔眼なんて言葉を知らなかったと言おうとして思いとどまる。それらの言葉がソフィーから初めて出た時、果たして俺はちゃんと聞き取れていたか。九条の口から魔眼という言葉を聞いて、聞き取れない言葉イコール魔眼と結びつけた可能性はないか。あるともないとも言えない。あの時は状況についていけなくてソフィーの話をただぼんやりと聞いていた。だがおそらくはそういうことなんだ。アーティファクトもユーザーも九条から聞いていた。俺と九条の共通の認識だった。一致して当然だな。アニメの知識でソフィーの言葉を翻訳しているんだから。そっか、じゃあさっきのフェイズシフトもなんで英語なんだよって思ったけど、そういうことか。フェイズシフト？さっき言ってたじゃん、自分しかフェイズシフトできないって。自分しか、ああ、世界観移動のことか。ほら、知識の差異によって聞こえ方が変わるのよ。ソフィーさんは呼び捨てでいいわよ。はい、ソフィーはフェイズシフトと世界観移動って聞き分けられてるの？いいえ、同じ言葉に聞こえているわね。え、じゃあなんで私とニーニーで食い違ってるって分かったの？会話の流れで判断できるわよ、それくらい。おバカな質問ね。すみません。で、他には？ないならもう帰るわよ。いや、ある。イーリス本人か、その子孫がこっちの世界に来ている可能性は？あ？なぜか無言。不自然すぎる反応だ。もしかして、ありえるのか？世界を救ったはずの神様が今度は殺人なんて。おい、ソフィー。ん？こいつもしかして食事してます？完全になんか食べてるね。自由すぎるだろこいつ。っていうか、何？遠隔操作ってこと？食事しながら片手間にこのぬいぐるみを操作してるってこと？うん、そうね。食べ物を飲み込んでからしれっと答え、全く悪びれてないなこいつ。いや、食事中に呼び出したのは悪かったけどさ、話は聞いてくれよ。聞いてるわよ。
そうね、イーリス本人かその血族なら自由に移動できるでしょうね、世界を。けれど今のところそういった事実は確認されていないわね。本人をさらっと含めたってことは生きてんのか。まあそれくらいの有名人なら動向も簡単にわかるか。ああ、またフリーズしましたけど。お前答えにくいこと食事するふりでごまかしてない？うるさいわね、もういいでしょ。私は帰るわよ、せっかく作ったのに冷めちゃう。ありがとう、助かった。文献なんていいから魔眼のユーザーを探しなさい、それがあなたの使命。いいわね？はいはい。まったく。俺の返事が不満だったんだろう。ため息をつき、ソフィーは空間を歪ませ無駄にかっこよく消える。あいつ、自分の仕事を俺に手伝わせているって自覚、まるでないな。なんか、ああ。私のコミュ力をもってしても、あの人とは仲良くなれない気がする。もうね、太陽が主人公と同じぐらいひどいですからね。耐えろ。はい。短い対話だったが、かなり消耗したんだろう。バタンとベッドに倒れる。かと思ったら、すぐに起き上がった。でもすごいね。異世界人だって映画みたい。まあな、もうちょい友好的なら言うことないんだが。言えてる。同意しながらベッドの上に放置した資料をひょいっと取って、パラパラとめくる。イーリス、イーリス、イーリスね。それもアニメの知識から翻訳されたのかもな。名称の一致に意味はない。じゃあソフィーは？ん？ソフィーの名前は何から翻訳されたの？ゲームのキャラとか。その基準は？意味が一致する言葉に置き換えられるなら名前は何と何が一致してんの？お前なかなか鋭いな。もっと褒めるがよい。そうか、人の名前はそのまま聞こえている可能性があるってことはだ。文献にイーリスかそれに近い読みの名前が載ってるんじゃないかな。じゃないとアニメで登場してるはずがない。イーリスは神様の名前、神様は魔眼の所持者。何かわかるかもな、重要なことが。でしょでしょ。探してみよう。ご褒美は美味しいスイーツでいいぞよ。考えとく。やったぜ。俺も資料を手に取り、今度は頭からじっくりと進める。魔眼のユーザーを探そうにも手がかりがない。が、イーリスを追えば魔眼の情報も得られるかもしれない。今は準備期間と割り切って過去の、H に頼るとしよう。はい、ということで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。